メーカー別ラケット選び。はい、自己肯定感上げるテニスコーチ加藤です。今回もよろしくお願いいたします。メーカーさんラケット、これは僕いいと思うけどこれはなっていうのをお話しさせてあげたいと思いますので、よろしければ。今パッて浮かんだプリンスさん、プリンスさんね、ネットで検索してます。ファントムとかビーストマックスとかでもね、ビーストファントム、あんまり僕個人的にはうんっていう、そんなにこの一押しっていうラケットはないんですが、まあやっぱりその中でもこれですよね。はい、どれ行きましょうかね。次、次はじゃあウィルソン行きましょう。まあ同じくラケットの真実ですね、まあ、ウィルソンのラケットが一番ラケットね、どれがあって、まあクラッシュ、ブレード、あとウルトラ、ここら辺がなんかうまいですよね。僕あの全然違うメーカー、あのテニスメーカーじゃないですけどメーカーがいたんでね、これは僕個人的にはですけども、ウルトラはウルトラツアーの95はいいと思うんですけど、でもあれ使いこなせる人ってほとんどいないんですよ。で次行ってみましょうか。どこ行きますか。あ難しいな。じゃあヘッドで行きましょうか。じゃあヘッド、まあ上から行きます。よかったらまあ見てください、こんな感じで、まあヘッド上から行って、まあブームはね、しなり方が逆なのとスイングスピード速い人は他の紹介できるんで、もう本当にボールをストロークに自信がない人はこうラケットのしなり方を学ぶにはいいと思います。ただある程度強いボールを打ったら他の、まあ多くの人がストローク、ね、苦手な人があの普通のラケットを使うんであれば、まあ、ブーム使っていっていいと思うんですけど、ある程度もう打てる方は全然、はい、これ迷ったんですけども、プレステージもね、って考え、やっぱり僕はおすすめしたいのは、はい、ヘッドのやっぱグラビティかな。でグラビティ、まあ何機種かあるんですけども、まあ、ここら辺かな。グラビティ、僕はねツアープロ MP、 今最近あの MP ライトを使っていらっしゃる、方もいらっしゃるので、まあここら辺がいいかな。あ MP ライト、こそライトになってくるとちょっとね軽いんですよ。あちら頭が重いのか、まあ、その分こうヘッドが回りすぎちゃうんで、まあ MP ライト頑張れたら MP の方がいいかなって。バランスポイントが320なのかね、325なのかの違いなんで、やっぱ325だとねちょっとね頭が重くなってくるんで、グラビティはねほんとしなります。ザしなるラケットで、さっきのブレードもいいんですが、ブレードはフラット系で潰したい人かな、しなりだけで言うと、はい、グラビティの方がしっかりしなると思います。だからちゃんとリラックスとかをね脱力してこう立体的にスイングできる人は、僕はね、はい、グラビティおすすめです。グラビティとブレードで好みが分かれるんじゃないですかね。でも似たようなしっかり打ちたい方、ようだと思います。で、バランスが、これはグラビティツアーですね、基本的に、ね、305g で、18-20 のストリングパターンです。ただねグラビティに関してはそうですね、ブレードとかの18-20ってやっぱ好みが分かれるんですけど、グラビティはね、グラビティか、はい、結構18-20でもヘッドさんの18-20のパターンってなんかね不思議な感じするんですよ。もう本当にピンポイントでスパーンって当たった感じがするのと、あとしっかり当たった時の打球が硬すぎる感じがないです。自分の能力に対して加速してるっていうので、まあ、僕個人的にはブレードよりもグラビティが好きですけども、やっぱ打ち方によっては、はい、ブレードが良かったりもします。ここら辺って本当似てるんじゃないかな、うん、でラケットのインチは100インチなので、そうですね、ブレードの場合はこのスペックになってくると98なので、ただね100インチといってもこう98と同じようなフィーリングで打てます。でやっぱりレベル上がってくると強い人と戦う時になる、じゃあ98だと押されてしまったりもするんですよね。100だと
ちょっとのこのズレとか、あと自分でしっかり展開していく、だからそこはこのしなる感じがブレードよりも優れているから、ちょっとずれてもそのまま押し切れるんだと思います。なのでグラビティ、それツアーはもちろんお話しましたけど、 MP すごくいいですよ、このね MP、 はい、295でフェイスも、はい、でそう MP、 ごめんなさい、 MP は325だで、MP のライトも325だ、ただのちょっとした重さが違うだけで、でストリングパターンがこれも 16×20 なんですよ。でもヘッドさんの 16×20 ってあれは 18×20 ですね、こっちは 16×20、 ちょっと横が、16×20 のパターンでいうと、それこそウルトラ、さっきお話したあのウルトラツアー95インチのやつが 16×20 だったと思います。あれ使ってるんだったらグラビティ MP 使ってもいいんじゃないかなと思いますね。本当にしなってくれます。ボールがすごいこう強く滑ってくるね。ヘッドさんだったらまずこれかな。でこれ使ってて面安定させたいんだったらラジカルだったりしてもいいと思いますし、まあ一押しはヘッドは MP かな。まああとちょっとラジカル言っときます。ラジカルは本当に面が安定するので、そうですね、あのビーストでパワー出るけどコントロールしづらくなるとか面が安定しないってなってくると、僕はラジカルを、おすすめします。で、まあ、ラジカルね、ここに今オフィシャルのサイトから、見てますの で、ラジカル MP でいいと思います。で MP が、ある程度物足りないと思ったらプロで良いと思いますし、これも 320mm、これは98インチか、98-100 って、あとはこのボールの捉え方の違いとかスイングとか好みの違いなので、はい、でもラジカルは絶対おすすめです。なんていうのかな、ブームはストロークはできない人、しなりがわからない人にしなりを分からせるために作ったラケットとしたら、ラジカルは面がしっかり安定するといったものにコンセプトを絞っているので、ブーム、ラジカルっていった、まあ、ブーム使われてる人がいればね、いいと思う。面が安定しないとどうなるかというと、いきなりこう自分がフラット当てずにスライスで入ったりとか、スピンかけようと思ったらこうやって面がね、こうやってヘッドが先に走っちゃってるんですよ。でブームの場合はそれがすごい見受けられるんですけど、あのラジカルの場合はこう当てて、ここはブレずにそのまま前に押してくれるんですよ。やっぱ面が皆さんこうテイクバックからインパクトに意識が行きがちなんですけど、インパクトがフォローするのがもう絶対大事なんですよ。ここがうまく抜けないと、いくらここからこう準備したとこして、逆にねこっちがねいまいちでもここがうまくスポーンって抜けると、それだけで強いボール、威力のあるボール、エッグボール打てたりするんですよ。なので、まあ、そういった意味では僕は個人的にはラジカル押します、はい、といった形で、話してるとあっという間ですね、時間ね、今回はこの3メーカー3、4機種お話し差し上げました。ヘッドはすごいですね。本当にテニスをちゃんとやる人のために開発されてるとか、多分売り上げはもちろんなんですけど、ちゃんとしたコンセプトでちゃんとした売り上げを取ろうとしているので、僕は、はい、ね、良いと思います。まあ、若干ブームでちょっとティファニーと色に似てるなっていう噂もちらほら聞きますが、まあでもラケットの、ね、値段とかコンセプト的には、ちゃんとラケットのコンセプトを開発して、ね、どっかの例えば、ね、例えばルイ・ヴィトンとか何でもいいですけど、なんかこうブランドとタイアップしたっていうのを売りにするというよりも、ラケットの良さを売りにして、はい、こう宣伝しているので、まあ一元さんとかなんかふわっとね、なんかそういうのにこう飛びつく人にはいいかもしれないんですけど、いいですよね。特に視聴者の皆さんはテニスをすごい真剣に考えていただいている、30前後の方からもうね60、70の方までいらっしゃるので、まあ僕の中ではね、そういった意味でもテニスが上手くなるために、テニスのパフォーマンスを上げるために、テニスをして心地よくなるための良いラケットといったコンセプトで選びました。よろしければご参考ください。今日はこれで終わります。どうもありがとうございました。